石川県立歴史博物館は、石川県金沢市では町にある、石川県の歴史を扱う博物館である。併設する、加賀本田博物館とともに、石川赤レンガミュージアムの愛称で親しまれる。1968年、金沢市大阪で、旧制第四高等学校の休校舎を用いて、石川県立郷土資料館として開館したのが、始まり。 収蔵品で手狭になったため、先に移転していた金沢美術工芸大学の建物を金沢市から譲り受け、1986年に開館した。後、2013年3月から大規模改修工事が行われ、北陸新幹線開業後、2015年4月17日、石川赤レンガミュージアムの一環として、敷地内に並立する、 加賀ホンダ博物館とともにリニューアルオープンした。施設は、ホンダの森公園の緑に囲まれ、多くの文化施設に隣接している。常設展の他に、通常年間に特別展3回と企画展3回が開かれる。建物は、1909年から1914年に建てられた、金沢陸軍兵器師匠の兵器庫三棟で、1990年に、 国の重要文化財に指定された。1998年には、旧建設省の50周年を記念した、公共建築100選の一つに選ばれた。第一棟に常設展示室3、特別展示室1、第二棟に常設展示室1、第三棟に常設展示室4、特別展示室1が設けられている。第一棟の第一展示室から第三展示室では、 旧石器時代から近現代までの石川県の歴史に関する所蔵品が展示されている。第二棟の第四展示室には実物資料に触れることができる歴史体験コーナーがある。第三棟の第五展示室と第六展示室は繊維産業など石川県に関わりの深い近世、近代の科学技術を解説。第三棟の第七展示室では 江戸時代の暮らし、第8展示室では、伝統工芸品などに関する展示が行われている。園芸韓国の国立全州博物館とは、同館の開館直後である1991年から、姉妹館提携を結び展示資料の貸し借りや、職員の相互派遣等を行っている。2001年に、同館で提携10周年を記念した、韓日古代人の土と、 暮らし展、2006年に、同館で、定計15周年を記念した、全羅北道の歴史と、文化展、2015年に、同館で、姉妹館、交流25周年を記念して、朝鮮王朝、縁と儀礼の世界展などの姉妹館、交流周年記念特別展を開催している。群馬県立歴史博物館とは、2005年に、資料の貸し借りを行い同館で、 加賀百万国の武装と美術展を行い同時に、石川県立歴史博物館では、群馬の埴輪と古墳文化展が行われた。石川県立歴史博物館、金沢駅西金沢駅、野の市駅白山 IC 金沢西、IC 金沢東 IC 金沢森本、IC 金沢市における一 AB 歴史博物館の歩み、金沢市観光ガイドブック。 金沢市観光協会。2021年11月19日閲覧。歴史博物館リニューアル整備工事。石川県土木部永全化。2020年4月21日閲覧。石川大百科シリーズ。石川の石杖、赤レンガの文化ゾーン4号、歴博。テレビ金沢。2020年4月21日閲覧。 旧金沢陸軍兵器史上公共建築100、1000AB 博物館の紹介姉妹館、交流2020年4月22日閲覧、韓国文化朝鮮王朝の華麗な歴史史郎、2020年4月22日閲覧。ありがとうございます。